駅番号は g 零八、電報略号はノロ。九百三十四年に当時のシノロ村の中心に開業した。開業当時、付近は農業地域で煙幕、玉ねぎなどが栽培され、牛馬の飼育が盛んで貨物として輸送された。九百五十七年から九百七十四年までは生ブリ地区のバラと油田で産出した石油がこの駅から、 輸送された1970年代後半から宅地化が急速に進み、駅周辺はほぼ住宅地になっている。2025年に高架化予定である。1976年の単線時代の篠路駅と、周囲約750メートル範囲。下が、札幌方面。単式と島式の複合ホーム一面二線だが、 島式ホームの駅裏側は植栽されて使用されておらず、旅客用としては実質相対式ホームに面2線貨物取扱廃止前で、駅裏側は貨物積み下ろし線として使用され、駅舎横の札幌方にある土場に引き込み線を有していて、貨車が流通されている。貨物取扱廃止は貨物ホームと引き込み線が撤去され、駅裏の積み下ろし線は、 札幌型が切られて、補選用の引っ込み線となった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で、2番線の隣に除雪車両の留置線を一本有する。なお、殺傷線電化事業で当駅構内に変電設備が設置された。総園駅管理の業務委託駅。 東口には、緑の窓口、離せる、券売機、自動改札機が、西口には、自動券売機、簡易自動改札機が設置されている。2019年度の1日平均乗車辞任は3078人で、ある。近年の1日平均乗車辞任の推移は、下記の通りである。東が、駅前になるが、商店街は、 駅から西に約400メートル離れた東八丁目、篠路通り沿いを中心にしている。北、東、西に、1、2キロ離れると、畑と住宅がまだらに分布する。かつて駅の西に、レンガでできた倉庫があったが、平成19年度より、駅、西口付近の再開発が始まり、レンガの倉庫が撤去され、その後地で、マンション工事が開始された。ありがとうございます。